はい、皆さんこんにちは。こんにちは。京都芸術大学キャラクターデザイン学科の村上と申します。今回ですね、天草市と、京都芸術大学の、連携プロジェクトという形になるんですかね、旅するキャンパスの、今回はキャラクターデザイン編ということで、ワークショップの方をお送りしたいと思います。まずは担当させていただきます村上です。よろしくお願いいたします。そして、はい、今回アシスタントを務めさせていただきますゲームゼミ2回生の時田彩と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと今日はしゃべくりみたいな感じで進めていこうかなと思ってるんだけど、はい、ちょっとこんなアピール板が間にあるんでちょうど目線が入っちゃってますね。ちょっと目線にね、ミゼルが来て、やりにくいんだけども、でも今回天草市と京都芸術大学の、連携プロジェクトということで、前回辻井先生担当された小説という形で、しかも音をモチーフにお話をする、お話を作るということで、うち何しよっかって考えて、専門はゲームなんだけども、キャラクターデザインというところで、ちょっとものづくりの原点に立ち返ろうかなという感じで今日はやってみようかなと思います。はい、で、今回のお題なんですけども、妖怪。妖怪。キャラクターデザインの原点といえば妖怪、ということで、そうですね、天草市にまつわる妖怪のデザインをするということをやってみようかなというふうに思っております。はい、妖怪といえば、妖怪といえばやっぱ鬼太郎じゃないですか。水木しげる。水木しげるね。あとなんだろう、カッパとか、塗り壁とか、パッと思いつくのその辺ですかね。塗り壁は漫画オリジナルかな。あれそうなんですかね。あれどうなんだろう。元ネタがあったりするんだろうか。ちょっとそこを調べてなかったね。まあ、個人的にはね、水木しげるもいいんだけど、京極夏彦、もう大不安で、妖怪小説って言いながら毎回妖怪は一人も出てこない。なんか話の端々でこうたまに出てくるかな程度の。でもそれこそが妖怪の正体だと思うのね。目に見えるものが全てじゃなくて、なんかこうある現象とか、そもそものキャラクターデザインの原点とも言えるのかなと思ってるんだけども、もともとはその大昔の人たちって夜中に何か物音がしたとか、なんか遠くの方で一瞬光って見えたとかっていう、その不可解な現象が起きた時にあれなんだろうっていう、その怖いとか、なんかいろんな気持ちがあって、でもそれを人に伝えたいんだけどどう伝えていいか分かんない、でその時に、物語とかキャラクターっていうのを作って、でこう危険を知らせるような感じでも、こうちょっと大げさめに持って、こういうことするとこういうお化けが出るぞとかっていうようなことを話して、なんかこう言い伝えにするみたいな、っていうところからどんどん広がっていって、妖怪が確立されていったというような、元をたどればそんな感じ、なんか親が子供にこう叱る時も妖怪を使ったりとかありますもんね。便利なツールだと思う、そしたら子供怖がりますもんね。そうご飯食べ残したらもったいないお化け出るよって言えば絶対言われました、それおばあちゃんに。そう、野菜食べるからね、あと米粒残しちゃいけないとか、そう実態はないんだろうけども、そういうふうにこう何かに置き換えて人に何か伝える、気持ちを伝えるっていう意味でも、妖怪ってなかなかこう、いいツールなんだなっていう感じがするので、そういう意味で今回はワークショップの中で、うちの学科でもたまにやるんだけども、妖怪を使ったらどうなるのかということで、考えてみました。で、テーマとして2つあるんだけども、1つは、灯台元暮らし。灯台元暮らし、要は普段見慣れてるものがあるんだけども、でもよくよく見てみると、角度を変えてみるとなんかいつもと違って見えたとか、で妖怪の正体ってこれじゃないのかなとかも考えられるかもしれないし、普通の人にはこう見えてるけど自分はこう見えてるよねっていう発想もできるかもしれないし、なんかこう今物で溢れちゃって、でこう時間がないって言って慌ただしく過ごしてる中なんだけども、そういう時だからこそこう実際に身の回りのものにもう一回注目し直してみる、やると新しい発見があって、世の中ってこんな風になってんだとか、
人ってこういうもんなんだとか、なんかそういうものが見えてきて、より毎日が面白くなるんじゃないかなっていうふうに、こう気持ちを豊かにするためにやっぱりキャラクターというものはあったりとか、あとまあ日頃の観察とかっていうのはあるのかなと思ってるんで、東大元暮らしというところで一回こうね、あの身の回りを再発見しましょうっていうのがまあ一つ。そして、もう一個が、これはあのゲーム関係の言葉としては有名な言葉なんだけども、はい、枯れた技術の水平思考っていう、何度も聞きました。何度も聞きました。どういう意味ですか？ちょっとやめてください。ちゃんと説明できないです私、うん、何度も話したぞ、はい、まあ、これはあのゲームの老舗の、まあ、任天堂さんの、うん、横井軍平さんというもう亡くなってしまったんだけども、元任天堂の、まあ、ゲームの神様と言われてる、うんうんうん、妖怪の次は神様かよという感じなんだけど横井軍平さんの哲学で、まあ、枯れた技術の水平思考で、これが何なのかっていうと、要は使い古された技術のもの、うんうん、なんとなく思い出してきたかな。 あれですね使い古された技術をこうもう一度考え直したりとか再利用して新しい技術に応用するみたいな、そういう、そう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 いう雰囲気の意味ですね、うん、そういうこと、よし雰囲気としてはね、うん、まあ再利用っていう考え方がまあ近いかな、うんうん、なんかその誰もがもう見向きもしなくなったものに対してもう一回注目して、うん、メディアを変えてそれを再現することによって全く新しい価値のある商品が生み出されますよというところで、うんうん、なんか任天堂っていうのはあくまでその人間っていうところしか見てないわけじゃない、うん、家族ってこういうもんだから親子関係でこんな風に盛り上がるようなこんなゲーム作ろうとか、うんうん、あとはそのねアスレチックランドに行って子供が飛ぶ姿を見て、なんで人は飛ぶと笑うんだろうっていうところに注目した結果、スーパーマリオブラザーズが出来上がったみたいな、うん、まあそういうような感じの、まあそのこれもさっきの東大元暮らしに近いんだけども、何気なく見逃してしまいそうなところをもう一回じっくり見て、今この人笑ったぞ、怒ったぞ、なんでだろうみたいなことを考えていくと何か発見がありますよと。でそれを新しいテクノロジーとして復活させてやることによって全く新しいエンターテインメントが生まれるみたいな、そういう考え方、うん、なのでこの東大元暮らしと枯れた技術の水平思考っていうこの2つをなんとかこう応用しながら新しいキャラクターを生み出していただきたいなというところが今回のお題になっております、うん、できっとちょっとあれかな、難しく、なんか難しそうですね、難しそうそっか、うん、じゃあどうしよう、お題の方、お題の方発表しちゃおうかな、はい、今回ですね、皆さんに書いていただきたいなというふうに思っている妖怪のキャラクターがいるんですが、それはですね天草市の妖怪です。おお、油すまし。パッと聞いて出てきた、その出てこなかったんですよ、初めて聞いた時に油すましってなっちゃって、うん、水木しげるの漫画には出てくるんですよね。一応出てきてましたね、うん、見た目こう見たら、あ、これは見たことあるなと思ったんですけど、うん、油すましって名前はちょっと分かんなかったです。名前はね、あの見た目は多分皆さん分かる、うん、見たら分かると思う。なんか頭のでっかいおじいちゃんでな、うん、そうそうそう、傘がね、うん、なんだろう、なんか杖持ってたかな、なんか持ってましたね、こういう映画によってもこういう感じの、うん、実写版の妖怪大戦争とかでも結構目立つ役で出てたりしたんだけども、はいはいはい、ああいうあのなんだっけ、油すましが、うん、実は天草出身、天草出身地というか天草で誕生した考案されたというべきかいたのか何か分かんないんだけども、有名な妖怪としておりますよと。でそこに今回注目してみたいなというふうに思っています。もしかしたらね、皆さん、ああ、あれかってすぐ分かる人もいるのかもしれないですね、うん、あの国道沿いにあの油さましのお墓があったりするんで、おお、お墓が、うん、そうそうそう、実在したかもしれないですね。観光地みたいになってるのかどうなのかは分からないんだけども、うん、なのですよ。ちなみに天草、ちょっと話戻るんだけど天草市って行ったことある？実はないんです。ない、はい、そっか、あ、
大阪より西行ったことない。そうなんですよ、私大阪の USJ より西に行ったことがないんです。 USJ までです。神戸もない。ないです。あ、そっか。出身は千葉なので。千葉ね、はい、そっか。千葉より東は結構行った。東はもう全部行きました。全部北海道も、ね、大阪よりこう東は行ったんですけど、うん、それより西行ったことないです。だから九州も四国も沖縄もないです。そっか、 OK。 ちなみにあの自分は小学3年生の時には熊本に住んでたので、うん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 、でその時にまあ家族旅行でも天草にも行ったし、うん、なんだっけ、遠足でも、小学校の遠足でも天草、天草五橋っていうちょっと有名な橋が5つつながってるっていう、はい、ね、うん、あれがあって、うん、でなんか名産品食べたりして観光して帰ってくるみたいな。何食べたんですか、あの時。何食べたのかな、ちょっと記憶を。あれ覚えた、え、鯛茶漬け、あ違う、あれ違うところ。あ、ごめん、ここカットした方がいいかもしれない。カットしましょう。うん、そうそうそう、まあ、そうなんで、あの、まあ、何回か行っててすごくこう綺麗なところだなっていうところは印象にはあったんだけども、うんうん、ただその油すましっていうのはやっぱり当時全然知らなかったんで、うんうん、最近調べて、あ、そうか、これって天草なんだっていうところがあって、うん、そうか、あの風景の中でどういうふうに存在してたんだろうっていう、存在してたのかどうなのかすらもわからない言い伝えなので、うん、何かの見間違いなのかもしれない。さっき言ったそのラップ音とか、うん、なんか光ったとか、なんかそういうのを見間違えて結局妖怪っていうのは今生きてるわけだし、うん、じゃあ何を油すましだと思ったんだろうか、うん、いたらすごいけどね。いたら怖いですよ。あの水木しげるのキャラそのまんまで本当に あんなのがいたら逆に面白いけどね。怖い通り越して面白い。でも会いたいかもしれないですね。ちょっと話してみたいですね。そうね、何を思って油を持ってたのか。、うん、そうで、ちなみにですね、天草といえば、天草といえば天草城ですか。あ、天草の、妖怪。妖怪といえば、あ、もう一人と言うべきか一匹と言うべきか。最近流行ったのありますね。そう、アマビエという妖怪が有名ですよね、うん、存じ上げております。あ、妖怪って言っちゃっていいのかな。妖怪、神様、何なんでしょうね。神様か、疫病の神様みたいな言い方をされてるね、うん、一応、うんうん、で、アマビエという手も考えたんですが、うんうん、実はあのーね、皆さんご存知の通りコロナの影響でもう全国的にアマビエ、まあ、疫病の神様ということで、もうアマビエイラストコンテストとか、はい、もう本当にたくさんやってて流行っちゃいましたね。そう、流行りみたいになっちゃって、なのでちょっとそこはあえて避けようかなと。外しちゃいました。そうそう、なんかちょっと芸術大学だから生きてみましたね。ところもあって、ちょっとあえて流行りは避けて、うん、マイナーなところに注目して、それを皆さんの力で全く別物に生まれ変わらせたらどうなるんだろうかみたいなところができたら面白いかなっていうふうに思ってます。大体、うんうん、はい、うん、そのアマビエね、イラストコンテストって言っても結局元のなんかあるじゃない、その髪が長いマーライオンみたいな。確かにマーライオンっぽいかも。みたいな原画というか、まあ、元の素材があって結局誰が描いてもあの形から抜け出せてなかったっていうところがあるんで、なんかねコンテストやるのはいいんだけど、そこが見てて残念だなと思うところでもあったのね、うん、だからやっぱり固定観念で物見すぎというか、本質が捉えられていないんじゃないか、あんまこういうこと言うと怒られるかもしれないけど、うん、なのでもうちょっと今回油すましというものを使って、物事の本質を追求する、じゃあ天草ってどんな場所とか気候はどんなのとか、うんうん、とかなんかどういう歴史があったのか、うん、みたいな、そういうところをもう少し深掘りしていくと、うん、だったらこういうデザインもありじゃないのっていう新しい価値って出てきそうな気もするのね、うんうんうん、それをやりたい。やりたい。だから、今回ね書いてもらうんだけども、うんうん、水木しげるになったら NG。 、うん、どんだけ離れるかっていうところもあるんだろうけど、うん、離れるかというか、あなたなりの価値観のある、うん、アマビエちゃう、油すましって何っていう、アマビエから離れてください。そう、アマビエ、そう、自分がくっついちゃうっていうようなことをやりたいなというふうに思っております。はい、はい、うん、油すましのイメージってどんな、油すましのイメージ、うん、
そうですね、やっぱり水木しげるの油すましのあの印象が強すぎ、強すぎましたね。確かにね、パッと見でまずあれ出るし、最初自分でも書いてみようかなと思った時に、やっぱりあれなっちゃう、どうしても。なっちゃいますね、おじいちゃんで、なんか傘かぶってて、そう、瓶持っててみたいな。あの言い伝えでも、頭のでかい老人って書いてあったから、そうですね、やっぱそこをデフォルメするとああなるんだろうなっていうのは分かるんだけども、ただただ先ほど言った本質って一体何なんだろうかっていうところを、これから紐解いていって皆さんに、新しい油すまし像を作っていただけたらなというふうに思っております。というところで、まあ前半のレクチャーはこれにて終了という形になりますので、続きはまた、この後ですかね、より詳細のレクチャーの方に入っていきたいなというふうに思っております。というわけでですね、今回はこの基本の部分ですね、レクチャーというかほとんど雑談だったんですけどもお話をさせていただきましたので、続いては、また次の動画の方で、詳しく説明したいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。